おはようございますす、えー、久保です、えー、今の日本人にとって大切なことは実は気を引き締めて本当に必要なことを学び始めることです、えー。これはですね、どんなことが必要かと言いますとビジネスの領域を、まあ、英語とファイナンスに絞っていくということです。 英語とファイナンスですよね。まあなぜならこの二つが日本再建の必需品であるのに圧倒的に日本に不足しているからなんですね、えー。日本には英語を使える人が圧倒的に少ない。でも英語のニーズは高まっている。そしてファイナンスの知識を持っている人はもうほぼいない。なのにファイナンスの需要は高まっているということです。まあ例えばですね、堀江さんが海外を見よう系の本を出すそうなんですよ。 まあ、タイトルは「君はどこにでも行ける」「激変する世界」えー「激安になる日本」「日本はかなり快適だけどそろそろ外を見てもいいかもよ」だったと思います、えー、少しオフィシャルからの情報を引用させていただきますね「えー、アジア各国は目覚ましい躍進を遂げている一方日本経済の落ち込みは激しい」「長い不況の末かつてアジア最高を誇ったジャパンマネーの円はすっかりパワーを失った」 アジア全体の経済レベルを見ると、格差はものすごい勢いで広がっていて、日本はまだ一応最上位にはいる。しかし富裕層の経済力に限定した場合、中国、シンガポール、タイには完全に抜かれていると。日本の GDP が今やアメリカの4分の1、中国の半分以下、一人当たり GDP は世界もう27位なんですね。日本最高とか言う前に、一回でも海外行ってみれば色々わかるんだと。 えー、堀江さんは言われています引き続き、えー、経済的なパワーバランスで見た場合日本はもうアジアナンバーワンではないんですね、えー、20代の地方在住の社会人女子の生活水準っていうのは今やタイ・バンコクの同年代の女性と大差ないだろうと えー、観測されています日本人のほとんどは世界でもトップクラスの豊かな生活を享受できるといまだに思い込んでるんですね、えー、実質の経済レベルっていうのは今やアジアの中堅かやや下の国と同じレベルになりつつあるという認識がもうないんですよ日本人に、えー、高級ホテルに宿泊するような富裕層だけを見ていくと日本より明らかに上なのは中国、えー、タイシンガポールも日本と 日本と大体同じなのは、まあ、韓国とかインドネシア。日本よりやや下っていうのが、もうすでにカンボジア、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、ラオスあたりなんですよね。まあ、それも休迫されている印象です。もうすでに並んできているってことですよ。日本の仮想社会の非正規雇用の中高年に限って言えば、タイ、シンガポール、インドネシアの一般レベルより貧しいという現実があります。 アジアの後進国に比べれば、まだ裕福な暮らしができているというささやかな慰めはとっくに通用しません。これどういうことかと言いますと、まあ、40代以上の中高年の方っていうのはもうすでにですね、あ自分が貧困だなぁと感じてるとしたら、もう対シンガポールインドネシアに抜かれてるってことですね。えー、もうすごく貧しいということです。えー、まあ僕はほとんどテレビを見ないから詳しくは知らないんですが、これ堀さんの言葉ですよ。僕はほとんどテレビを見ないから詳しくは知らないのだけど、バラエティは日本が一番。 えー、日本が一番とか外国人が褒める日本みたいな番組が視聴率を取っているという、えー、それ自体は別に悪いことではないんですが番組が面白いなら異論はないんですが実際日本が一番を取っている分野は、まあ、急激なスピードで減少しているという現実を我々が認識しておかないといけないということですね、えー、つい最近シンガポールで西麻布のある有名な寿司屋のナンバー2が独立してできた店がオープンしました 2015年に訪れたんですが、普通に食事した程度で、一人当たり会計が800シンガポールドルだった。こ普通に食事した場合ですよね。これどのくらいの金額かと言いますと、日本円で7万前後です。これはどういうことかと言いますとですね、えー、シンガポールで普通に夕食を取ると7万円するんですよ。で、間違いなく日本で食べるより高いどころかもう倍以上ですよね。 かつてバブル期に日本がアジア各国でブランド品や洋服土地企業を買いまくった現象が今完全に逆転しています海外から見れば日本っていうのはお店はどこも常時、閉店大安売り大安売りセール状態になっているということですもう大激安日本なんですね、えー、ここまでが堀江さんの引用です、まあなたはどう思いますかと ちなみに堀江さんは最後に日本は安売り時代に入ったしかし決して悪いことではないむしろグローバルのビジネスにおいて確かなアドバンテージを取れるチャンスが来たとも言っています、えー、あなたはどんなチャンスが来たか気づいているでしょうか、はい、本日は以上です